TBS ニュースは1999年に始まった日本最初のインターネットによるニュース動画配信システム。2017年3月までは JNN ニュースアイという名称であった。JNN の各ニュース番組で放送されたニュースをインターネット上で毎日24時間送信している。掲載期間は7日間で期限が過ぎると削除される。 映像も配信されるが、キャスターによるリードは省略されている。2001年頃より、毎日昼、夕方、深夜に放送されるニュース番組の冒頭部分を、最長で15分程度、ダイジェスト配信している。著作権に抵触する、恐れのあるものは配信しない。対象番組は、昼帯。ない、JNN ニュース、N スタ、ニュース23、週末昼の、JNN ニュース。 報道特集、日曜版、N スタ、S1 内ニュースコーナー。これとは別に、CS 放送の TBS ニュースのハイライトも1日数回、更新している。上記以外の、ビビッと、広帯。内ニュース、午後すまないニュース、関東ローカルの TBS ニュースからも使用することがある。2017年度より、名称を、JNN ニュース愛から TBS ニュースに改める。 TBS は TBS ニュースアイとして公開しているように原則として JNN 系列の各放送局は自社ウェブサイトの一つとして公開している。配信内容は同一で TBS が配信している。なお JNN 系列局ではニュースアイとは別にローカルニュースを配信しているが配信形態は局によって異なっている。 TBS が取材した関東ローカルニュースも配信されている。TBS 独自企画は金平茂木や伊藤洋一らによるコラムコーナーがある。ありがとうございます。